今回我が党にとりましては非常に厳しい選挙結果となりましたこれはすべて私代表である私の責任であります石井氏は党の会合でこのように述べ衆院選で議席を減らした責任を取り辞任する意向を表明しました公明党は今回選挙区で議席を大幅に減らした上 比例の得票数も596万票と2005年の選挙に比べ300万票も減らす惨敗で支持者の高齢化など課題が改めて浮き彫りとなっていますまた石井氏も比例代表に重複立候補せず落選していて支持母体の創価学会の幹部は代表が落選すれば党が混乱する重複立候補は認めるべきだと指摘するなど今後の選挙戦略の練り直しが迫られています